とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いいデイリークエスト来ております。これですね、所持品は炎の矢のみです。炎の矢しか出ないような仕様になっております。で、敵が、炎の道を持ってますね。まあ、特に問題はないと思います。報酬ですよ、報酬。報酬で遠距離のユニークが出やすくなってますので、これを狙っていきます。まあ、サクッとクリアできるでしょう。まあ、バーストボーストリングで、パララって出るのが全部炎になるんで、まあいいよね。うん。OKOK。で、これで、炎の道そんなダメージある？敵をこれね、掘るんで、ぶっ飛ばしながらやれば安全かと思いきや、あ、待って待って待って、何このダメージ。ちょっと待って待って、びっくりした。びっくりしたわ。炎の道さ、これダメージが半端じゃない。ほら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 。一瞬で HP こんな持ってかれるよ。これ楽勝クエストと思いきや、結構な鬼畜？もう。そんな食らうか普通。これやばいぞ、ここのクエスト。あ、ここね、あれだわ。バーストボーストリングで、ぴょんぴょん行くと、痛い目見るね。うん。超痛い目見るよ。あ、こんなに食らう。炎の道、こんなダメージ食らえますか。これは死ぬ。これは死ぬ。わかった。もうさ、ダッシュで切り抜けよう。うん。これ、下手に戦おうとするから、ダメなんだ。うん。下手に戦おうとすると、痛い目見るんですよ。なので、もうここはね、ダッシュで、逃げる。お願いします。ね。間違いない。もういつも通りの作戦になってるんですね。いやいや、おい！めちゃくちゃきついぞ。どうしてもやっぱね、この炎の道具はね、当たっちゃうんだよな。きつい、これ。ちょっと、きつくないか。ちょっと待って。めちゃくちゃきつい。半端じゃない、これ。いや、待て。炎の道、ほんと一瞬でもかかると、ガーッと減る。よし。OK。行くぞ。危な、ここ。普通に死ねるよ。やばい。普通に行ける場所。おぉ！ウィッチの毒もね、むちゃくちゃきつい、これ。まあ、なるほどね。ハッピークロスボウは意外といい。うん、意外といいけども、それじゃやっぱ時間かかっちゃうんで、もう高速で回るようにしましょうよ。おい、ちょっと待って。エンタ、つらい。ああ、ちょっと待って。お前たち、落ち着け。よし。オッケー、抜けれた。宝箱はね、一応取りながら行きましょう。でもまあ、一番の目的はね、クリア報酬で、冬の指先のめちゃくちゃいいやつを入手するっていうところなんで、基本抜けていこう。いやー、きついきつい。いやー、めちゃくちゃきつかった、ここ。めちゃくちゃきつい。ボスも多分 HP が若干高めだもんね。おいおいおい
いおい、ふらつかってこれかよ。よっしゃ、おお、ハーフクロスボウが出た。ハーフクロスボウ出た。まあまあいらないけどね、もう最強のやつ持ってるから。何全然ダメだね、全然ダメです。はい、まあクリア報酬ね、目的なんで見てみましょう。ポーションはもう届かない。はい、見てみまーす。まあクリア報酬は高確率でユニーク品です。なんだレッドスネークかい。それでは2回目の報酬はなんだ、ノーマルかい。それでは3周目ラストなんだ、来い。うわー、惜しい惜しい惜しいよ。これのユニーク品だったらよかったのに。はい、ということで今日はですね、デイリー3周やってみました。お目当てのものは出なかったですね。と分かったことが、デイリーの、高レベルの炎の道やばいっていうことですね。うん、もう2秒ぐらい踏んだら即死します。やばかったです。はい、ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。